皆さんこんにちは。本日のマッチはキエボ対ユベントス、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、キックオフまであと少しです。キックオフです。スタートです。キエボ対ユベントス。キエボがこの試合は 4-5-1 のシステムです。非常に中盤にトライアングルが作りやすいシステムですよね、うん、ボランチとオフェンシブハーフを中心に組み立てていく中で、うん、相手ディフェンスをサイドまでいかに引っ張り出せるかですよね。なるほど。数的優位な状況を作れればワントップを生かす形が作りやすくなりますよね、はい、あとはそのトップがどういう役割を果たすかがポイントになってきますよね。なるほど、ワントップの役割ですか。まあ、この場合ですとしっかりポストプレーができることですよね、うん、まあ、あとは足元で受けること、そして裏へ飛び出すこと、まあ、そういったたくさんのことをやらなければいけないんですけども、2トップの場合はお互いで補うことができますけども、1トップは全てのことができなきゃいけないですからね。なるほど。アーチのようなパス、このボールをカットします。アストロスペースへ出す、渡ります。ゴールのこのパス、シュート、ユベントス先制。ユベントス先行します。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ、ユベントスこの時間に先制に成功です。いや、大きいですね、このゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいでしょうね。さあ、コーナーキック、ユベントス前半最初のコーナーキック、わずかに右へそれました。ユベントスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。フレイ、ユベントスは昨シーズンのマッチではホーム戦、アウェー戦ともに勝利し強さを見せつけました。
ロングフィードで狙う。このボールをカットします。どうだ、来た、かわす、守護神触る。しかしこれよく止めましたね。素晴らしいファインセーブですよね。このピンチよく防ぎました。いや、すごい反応ですよね。これはやってしまったか。オンゴール。どうしたんですかね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。こういったプレーは残念ですよね。イベントス、思わぬ形で1点が入りました。まあもらった形にはなりましたけども、これで2点リードですからね、うん、はい、相手もオンゴールでちょっとリズム崩れてるでしょうし、試合を有利に進めていけそうですね、はい、そうですね。デミナ、いえ、前日の試合はあまり監督の采配が良くなかったというメディアの指摘もありましたね。まあそうですね、後半守りに入りたい気持ちは分かっていたんですけども、逆に引きすぎたことによって相手に攻め込まれて失点してしまったわけですからね。このボレーシュート浮いてしまった。ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどもね。チャンスですよ。シュート、セーナー、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。ビルサ、ここは競り勝ちます。スルーパスを出す、来た、チャンスだ。デバラ止めた。溺れてますよ。ビルサ、一人で持っていけるか。チャレンジはしません。後ろに流す。イスコ、しばらく戦列を離れていましたが、今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。ベッリー、裏を狙っていきます。サイドを走る。チャンスになる。シュート。来た。ネット。お。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここは競り勝ちます。さあ、つながるか。緩いボール。このボールに触ります。イグアインからのパスは通りませんでした。ベッリー、また中央へ。ビルサ、ベッリー、また中央へ。ビルサ、長いボールを送ります。裏へ届くか。流れを止めます。味方を走らせる。これを奪います。最終ラインまでボールを下げる。
フレイ。前半28分を過ぎたところです。ダイネッリ、裏へのスルーパス、ディグワイン、ベッリー、ビルサ、組み立てながら攻め上がっていく。ここで前を向けるか、ルーズボール、イグアイン抜けてくる、裏に味方を走らせる、ご勝負ですね。ピエボ、ここでファウルがありました。これはカード、フリーキックのチャンス、いい位置ですよね。どちらとも考えられますけどもね。直接カーブをかけて直接狙ってきましたが、ゴールにはなりません。裏のスペースを狙う、ここはカットします。上げて来ましたよ、フリーだ。キーパーよくしのぎました。ガンベリー、大きく縦へスルーパス、いいボールだ。ここは読んでいました。裏のスペースへディバラ、スルーパスを出す、このパスが抜ける、これは来た来た、イグアインシュート、しのぐ、ヘディング、合いません。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね。いえ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ベッリー、イスコ、ここでファールをもらいます。ティエーボ、ビルサ、サイドを使う、いいボールだ。ここには誰もいませんでした。ビルサ、イエボはここでファールがありました。残り3分というところでしょうか。ビルサ、さあつながるか、いいボール入りますよと呼んでいた、拾いたい、イグアイン、イグアイン、どうだ、このクロスには合わせる選手がいません。抜けた、勝負のシーン、しのぐ、これよく止めましたね。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。前半最後のセットプレーになるのか、頭ミドル、セナ、これはよく止めました。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーもファインセーブですね。
接いってしまいました。ここで長いホイッスル、前半終了です。ユベントス大きくリードして前半を終えています。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。ユベントスが前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。上げる、いや今みたいなアリクロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。ユベントス、先日のダービー戦では見事勝利しました。キエーボは選手交代のようです。イスコ、前線にボールを送ります。スルーパスを出す、ポスト左をかすめていきました。前線へこの長いボール、上げる、ここには誰もいませんでした。ベッリー、イスコ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏へ届くか、カットです。吉川、長いボール縦へ、パスでつないで攻め込んでいきます。ユベントス、クアドラードからのスルーパスは通りませんでした。ゴールキックです。ガンベリーニ、ベッリー、ビルサ、ここは競り勝ちます。クアドラ、縦を使います。ロングフィードで狙う、ビルサ、上げる、このクロスには合わせる選手がいません。ダイネルリー、キエボとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段よりも遅れてしまいますよね、ただディフェンダーとしては1対1のマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点につながる可能性は高いですからね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。サイドを縦に走らせます。ディフェンダー集中力いいですよ。ビルサ、ベッリー、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、ユベントスとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。カストロ、クアドラ、今日ワンアシストです。イグアインがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、裏へ飛び出されるのが怖いですからね。今日は点も取ってますし、シュートも多いですし、ひときわ目立ってますからね。フレイ、ルーズボールになります。アーチのようなパス、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。ガンベリーニ、縦へのボール、
イスコ、ここもしっかりディフェンスしました。味方を走らせる、裏のスペースを狙う、ここ勝負ですね。チャンス来た、ボール向かってきますよ。どうだ、シュート、来た、追加点、ユベントス、これで点差は3点です。これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね、さあユベントス3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。メッジョリーニ、裏へのスルーパス、いいボールですよ、コース空いた、これを読んでいた、ここはクリアでピンチを出します。イスコ、パスをつなぎます、お、いい形ですよ、上げてくる、来た、アウトまで来た、合わせに行きましたが決めることができませんでした。吉川、スペースへ出す、いいとこありますよ、ここは競り勝ちます。ボールを下げてリズムを作るか、なかなか繋がらないですよね。裏に味方を走らせる、シュートレンチです、止めた、キーパー好セーブを見せています。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここは競り勝ちます。デシルベストリ、スルーパス、ルーズになる、ベッピー縦に仕掛けます、ここは競り勝ちます。フレイ、さあユベントスボールです。ロングボールを入れてきます、裏のスペースへ、どうだ、フォローいいですね。メッジョリー、メッジョリーに、ここは競り勝ちます。どうだ、ここには誰もいませんでした。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま試合を終えますと、キエーボは現在3連敗中の記録をまた一つ不本意にも伸ばしてしまうことになります。裏を狙っていきます、ここは体を張ります、どうだ、プレイ、ユベントスは3点差のリードで残り時間の戦い方としてはどのような手段がありますか。いやもう時間を稼ぐサッカーでいいと思いますけどもね。
基本意識は後ろに置いて相手に隙があればそこを突く形でいいと思いますけどもね。アレックス・サンドロ上げる、しっかりと抑えました。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。吉川どうだ、ここは足を出して踏ん張ります。ベッリーチャンスだ。イスコこれをカットします。ジョナサン・デ・グズマン、イスコ、フレイ組み立て直します。ヘテマイ、イスコスルーパス裏へ抜けた。ベッリー長いボール縦へ、ここで笛です。3対0ユベントス勝ちました。勝ち点3を獲得。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。ユベントスとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ユベントス見事勝ち点3をものにしています。